沼尾川は一級河川根川の支流。赤城山の山頂にある赤城用沼、里島ん淵を主な水源とし、清流してと根川に注ぐ。1947年にカスリン台風によって引き起こされた土石流の氾濫のため、流域で死者83名などの大被害を出したことで知られている。沼尾川周辺地形と主な支流角万円と、 湿原赤城大沼一般に沼尾川の水源は赤城山の山頂カルデラにある大沼とされている赤城大沼は赤城山の火山活動に伴って生まれた加口原湖で赤城山の山頂にいくつかある火山性故障の中では最も大きいものである赤城大沼の水源はそのほとんどが雨水と固定からの湧水であるこの他には いくつかの消火栓が流入しており、河口原子の一つである、里島園から来る、里市三川などがある。かつて、赤城大沼と、里島園とは一体となっており、現在よりも大きかった。その湖水は、樋口県の東南端から東へ流出していた。その河口瀬には200メートルほどの落差があり、そこから東南に流れて渡瀬川に注いでいた。 後に水位が下がると南西部は湿原化し、里島園がわずかな水域として取り残されたものである。現在の赤城大沼は1年を通して水位の季節的変動はほとんどない。沼尾川は赤城大沼の北西部に位置する加口瀬から西へ流出し、赤城山の外林山を侵食して深い谷を形成しながら西陸へ流れる。 下流にあたる旧赤城村の深山地区では、V 字国は50メートルほどの深さに達する。深山地区では、赤城山の西側のカルデラ一帯から来る支流が合流する。沼尾川の本流は普段は水量が少ないが、降雨によって深山カルデラの雨水が集まることで増水する。かつての川幅は、上流域で3メートルほど、下流域で10メートルほどだったとされている。 しかし1947年のカスリーン台風による土石流で川岸が大きく削られた結果、上流域は川幅25メートル、下流域では川幅100メートル以上と約10倍に広がった。下流域の川床の幅は100メートルから500メートルほどであり、そこに小集落や工作地が形成されている。つくだでとね川に合流する。 交流地点の沼岡川佐岸の断球の崖上には、かつて筑田城が築かれ、戦国時代に彼氏の居城だったと伝わる。天正神語の乱では、北条氏と真田氏の両勢力の境に近く、戦地となったという。城石は1967年から始まった農業構造改善事業に伴う造成によって、ほとんど残っていない。元来の沼尾川は、 水源が限られており、水量は少ない。その上川の両岸は赤木山の火山噴出物による断球となっており、利水に適さない。しかし、沼岡は下流の都市丸地区には石を作って取水を行っており、利根川のし岸球場にある仮の地区で考えに用いられている。この用水は万事元年の県地帳に記載されていることから、 戦国時代に造営されたと推定されている。これらの席の周辺下半には、今は、沼岡は浸水公園が築かれ、観光、レジャーに供されている。上流部の支流、船が、沢の源流部には、牧場があり、乳牛の放牧が行われていた。初夏の連月知事や秋の紅葉、冬季の無表などを目指す観光地となっている。2015年以降は管理者の高齢を理由に、 閉鎖されており、本来、敷地内は立ち入り禁止だが、観光客や写真愛好家のために限定的に散策ツアーが開催されている。1947年9月のカスリーン台風は、日本列島本土への上陸こそなかったものの、日本付近にあった前線を刺激して、関東地方に豪雨をもたらした。9月14日15日には、 利根川流域の各所で水害が発生し、群馬県内だけで死者592名、行方不明者107名などの大きな犠牲者を出した。このうち78名の死者が沼尾川で発生した山津波によるものだった。赤木山は急斜面の谷が多く、しかも谷の収水面積が非常に大きいために山崩れが起きやすい地勢だった。群馬県では9月10日頃から、 雨天続きで、すでに地盤が緩んでおり、そこへ台風によって9月15日の1日に440ミリの雨量があった。この結果、数千カ所で土砂災害が発生した。沼尾川中流の右岸に位置する辻久安地区では、9月15日の朝から降り続く雨による氾濫を警戒し、沼尾川の水位を注視していた。しかし正午頃には、 水位が下がったために警戒を緩めた。上流に位置する深山地区でも沼尾川の水位には変化が見られなかったという。ところが、間もなく降雨が激しくなり、午後3時に上流部の支流である前入沢で山地崩壊が発生、数十分後には別の支流の中入沢でも土石流が発生した。前、入沢や 中入沢が沼尾川へ合流する深山地区では住民がほとんど予期せぬまま土石流に襲われた。土砂、軽石、倒木などを巻き込んだ濁流は高さ10メートルに達し、短い間に深山地区だけで全156個のうち78個の家屋が流され、902名の住民のうち31名の死者、18名の重軽傷者を出した。 濁流はそのまま下流の長い小川だ。津久田地区を襲い、沼岡流域で78名の死者、流出家屋149個の大被害を出すことになった。国鉄上越線の鉄橋も流出したほか、多くの道路、工作地も失われた。この山津波によって削られた結果、沼岡川では、川幅や深さが、従前の10倍ほどになった。支流の前入沢では、川の深さ、 幅ともに60センチメートルほどだったものが、幅8メートルから11メートル、深さは6メートルから8メートルの溝となった。沼岡川本流も、幅3メートルほどだった潮流が川幅25メートルとなり、下流ではかつて幅10メートルほどだったところが100メートル以上となった。この災害の後、沼岡川とその支流には十数箇所の砂防施設が建設された。沼尾川には、 川ネズミが生息している。中流の断球場にある長代川田地区では、古くからイノシシが多く、田畑の被害を防ぐために、沼尾川岸から断球へ上がる崖に沿って、イノシシの手を巡らせ、落とし穴を築いていた。これらは、江戸時代に作られたものが現存する。赤城大沼から流出する河川としては、沼尾川の他に赤城白川がある。元来、 自然に形成された河口瀬から流れ下る河川としては、沼尾川が唯一のものだったが、赤木山南山独の考えのため、大沼の南西にトンネルを掘って、1957年に用水路が開通、赤木白川と接続された。赤木白川、は、桃の木川を経て利根川に注いでいる。赤木山の山頂付近には、大沼のほか、里島園、大沼といった、 小水域があり、この内角万円は消火線によって、大沼とつながっていて、大沼へ流入する水源の一つになっている。大沼には南へ流出する河口瀬があり、か川として南流し、広瀬川を経て利根川に注いでいる。角川日本地名大辞典10群馬県 P64 赤木大沼では、流入河川は、佐藤市三川と、もう一つの消火線だけとしている。 国土地理イン地図等では、里市三川以外の消火線としても、6本が描かれている。深山カルデラは山頂カルデラよりも古くからあったものである。深山カルデラが形成されたのは約12万年前、山頂カルデラは約4万5千年前と推定されている。赤城山では、大沼を、小野、大沼を、このと読むのが本来の読み方である。 しかし現代では、大沼、小沼と読み下すものが増えている。群馬の川によると、前橋市の記録では、9月15日の1日の雨量は575ミリあり、観測史上最多となった。神芸新聞社の資料によると、前橋速攻所では9月14日15日の2日間の降水量を391.9ミリとしている。ありがとうございます。